こんにちは。ゆかりの母チャンネルへようこそ。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。今回あなたにお届けする話題は、史上最悪のエンジンを持つ恐怖の車です。これは、アメリカの人気 YouTube チャンネルモダンマッスルで紹介されたもので、少々偏った意見も多いのですが、とても面白い動画でしたので、詳しくご紹介していきます。もしこの動画を気に入っていただけたら、最後に高評価をしていただけると嬉しいです。それでは、行ってみましょう。ナンバー6、日産 QR25D。QR25D は、軽エンジンの後継として開発、2001年から生産された、2.5 リッター直列4気筒エンジンです。ティアナ、2代目プレサージュ、2代目セレナ、北米市場のアルティマやセントラなど多くの車種に搭載されました。このエンジンは潜在的な壊滅的故障の可能性と過剰なエンジンオイル消費の問題を抱えていました。経年変化により触媒コンバーターが破損、その破片がシリンダー内部に戻りエンジンを損傷させる可能性があり、またそれは大幅なエンジンオイル消費の増大につながりました。オイル消費が 1000km あたり 0.5 リッターを超える場合はピストンリングとバルブオイルシールを交換する必要があります。最悪の場合、異常に多いエンジンオイルの消費は重大なエンジン故障や火災につながる可能性があります。エンジンに影響を与えるもう一つの大きな問題はインテークマニホールドネジの問題です。走行時間が経つにつれこれらのネジが緩んで QR25 エンジン内部に引き込まれる可能性があります。 QR25DE エンジンの他の問題と誤動作についてはシリンダーヘッドカバーの下からオイルが漏れる、タイミングチェーンテンショナーの故障で不安定なアイドリング、深刻なエンジン損傷を起こす可能性がある、燃料噴射システム、スロットルボディの汚れからのエンジン不調などが挙げられます。米国ではエンジンオイルレベルの低い車両で火災が17件発生、1件が軽傷を負う車両火災事故が発生。火災は稀ですが、オイルレベルが低いとエンジンの早期摩耗や重大な故障につながる可能性があります。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。